はい、マッスル武術格闘技研究会です。こちらはですね、毎週日曜日の、夜7時から、9時までのレッスンだったんですが、ちょっと時間が早くなりまして、毎週今年から毎週日曜日夕方の4時から6時までのレッスンになりました。で今日ですね、ゲストに、いろんな方がゲストに真ん中の人が乱入してきたりとかいるんですけれど、相撲関係の方がお越しになったんです。相撲関係っていうか映像関係の方ですよね。来てくださったので、ちょっとご紹介したいと思います。はい、ちょっと対談方式で話していこうと思いますので、ちょっとね、訳があって、裏方さんなんで、顔は恥ずかしいので出したくないということで、ちょっとね、話をしてみたいと思います。意外とうちのその格闘技に来る人って、はい、大体皆さん想像がつくと思うんですけど、例えばボクサーになりたいからボクシングジムに来る人って多いんですよね。で、歌舞伎町なので、ダイエットとかでもちろん考えてる人もいますけど、やっぱり試合に出たい以外にやっぱり仕事にしたいっていう人もいまして、やっぱりいろんなご職業の方々がお越しになって、その中でいろんな夜のお店のお姉様方たちがお越しになって、そうですね、その格闘技のプレーで仕事ができるということで、全然っていう感じなんですよね。格闘技のプレーのための仕事のためのためで行ってるみたいな。もうこれ編集するんで、ちょっと途中で切りながらでもいいんですけど、切るともう切られて、途中参加してもいいけど、ちょっとパーソナルで少し見てるんで、30分ぐらいして参加して、そこでストレッチやっててくださいね。はい、大丈夫ですごめんなさいね、なんか気になってしまってはい、じゃあ今から今のやつはちょっとカットではい。で、その仕事のために、来るっていう、女の子が、来るんですけど、実はそのお仕事のね、映像のその相撲の出演の、今日社長さんなんですね。そうですね、一応AV というか、アダルト関係の方で、何年か前というか、もうちょっと10年近くになっちゃいますけど、監督をとある、撮影会社の方でさせていただいて、すごく日本でものすごく今M 格闘と言われるジャンルで人気があるところですよね。はい、女性が触られないで、そうですね、で M 格闘の方ではなく、そこの中に、相撲というジャンルがありまして、だそのジャンルに、僕が監督をやって、何作か出させていただいてるんですけども、すごいですね。はい、でそれを今、自分でこの年になってから、いろいろ考えていって作っていきたいなと思ったので、ちなみにこの年って年齢聞いても大丈夫ですか？40代半ば。半ばぐらい。まだ若いですね。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうございます。全然すごいと思いますよありがとうございます。はい、そうなんですね、相撲のジャンルって結構人気があるって、うちに来る女の子とかも言ってましたよ。お客さんのそのプレーとかで、そうです、相撲プレーが多いね。東京だけではなく、今某 SM クラブさんが大阪にもありまして、そこではすごい盛んにはやられてますね。あ、そうなんですね。そうすると、東京だと何店舗かもまた相撲プレーという、ジャンルでなんか風俗店があるみたいで。そうなんですね。はい、なんか不謹慎だって世の中に言われそうなんですけど、言われそうっていうかね、一般的には不謹慎とは言われますが、結局昔からの歴史がありまして、大昔は女性も裸に回しを締めてですね、そういう大会があって、雨乞いの儀式っていうのもありましたんで、不謹慎っていうか、女人禁制が言いたかったの。そうですね、その相撲が女性をするっていうのが、土俵に上がったりとか、
ね、その相撲を女性がやるっていうのはちょっとそうですね、汚れるっていうかね、はい、まあそれが不謹慎という言葉になるんです、ね、うん、まあ、ちょっと不謹慎っていうか、あの議員さんでなんか叩かれた人いますよね。そうですね、うん、あの救助したいからどうのこうのっていうんでね、はい、その神聖な場に女がって言われて、はい、でももともとは普通にあの神様の奉納とかでもありましたよね。神様の奉納では、うん、男性だけで、あれは神事という行事でやってるんですけど、結局もともとですね、はい、あの不作なやっぱ時期があって、はい、どうしても雨も降らなかったっていうことがあったんですね、うんうん、で、まあ、とあるね、お偉いさんがいて、そのお偉いさんが、まあ、お偉いさんって言ってもあの、ね、武家だったり公家の人たちが考えたんでしょうね、うん、まあ、ちょっと僕も歴史上、ね、あんまり詳しくはないんですけど、その人たちがどうだろう、うん、あの雨あの神様を怒らせれば雨は降るだろう、そしたら雨乞いの儀式で女性を土俵に上げて相撲を取らせてみないかっていうことから始まったらしい。あ、そうなんですか、はい、あ、へえ、面白い。それそれで、はい、まあ、その中でうねめずもという名前がついたり、うねめってもともと宮中の侍女の人をうねめって言ってましたよね、はいはい、あ、そうだったんだ、はい、あ、うねめずも、これなんか気になる方はちょっと検索してみてください。うねめずも多分ね、文献で言うと、はい、有略天皇という方がいたんですね。はい、有略。そうです、そうです。有略。有略です、ね。あ、略なんだ。はい、有略天皇という方がいて、もともと気性の荒い天皇陛下だったみたいで、そこから始まったらしいですよ。あ、そうなんですね。あの、織田信長の、なんか。はあれは結局娯楽です、ね、はい、あれは娯楽で、あ、でもなんか多分聞きたい方いらっしゃると思います。まあ娯楽でその強い女性というか、はい、あの凛々しい女性をまあイメージしたんでしょうね、はい、僕の憶測だけなんですけど、はい、まあ俺の前でね、うん、世の前でこう相撲を取らせる、うん、で誰かこう、ね、腕っぷしの強いね女子はいないのかということで探させて、相撲を取らせる、はい、一番には褒美を取らせるみたいなね。ああ面白い、はい、そういうのもあったりとかですね。これなんか普通に再現したら私普通にお客さんとして見たいかもしれない。見たい、はい、あのなんかね、なんか割となんかそういうの好きな人多いと思いますよ。そうです ね、 ね、ちなみに監督は、はい、監督って言っていいですか、あの、まあ、社長さんでも ありますけど、はい、監督はその相撲の作品で、はい、ちなみにあの今度どんな女の子を求めて撮りたいなとかありますか。あ、もう、はい、負けん気が強い、我が強い、はい、我こそはというね、女子がね、ブレイキングダウンに出てるようなあんな女の子って、あ、それでもあの復活するような、はい、まあ、いつでもこう、はい、なんかね言われたら、なんやお前みたいな、すごいですね、はい、そんな感じの女の子は欲しいですよね。そうなんですね。これってちなみに一般公募、はい、なんかたまにうちもお問い合わせがあるんですけど、あのこういう作品に出たい男をボコるだけでとかよくありますけど、はい、まあ、女性同士で戦ってギャラが発生しますよね。はい、ね、はい、発生します。これっての応募って自分で応募とかもあるんですか。一応ありますね、はい、応募内容は僕らも公表しますので、はい、もしよかったですね、じゃあこちらリンクの方にあの貼っておきますので、はい、あの応募じゃあここ見ていただく感じにしましょう。そうですね、はい、まあそれで、まあ、一次審査、二次審査、三次審査みたいな感じにさせて、オーディション形式で。で、ギャラがもらえる。はい。はい、負けてもそれはギャラは、負ければ、はい、まあ、多少は出ますけど、勝った人の金額はもらえませんので。あ、勝った方が金額は高い。高いですね。で、負けると金額安くなる。まあ安くなりますね。あ、でもなんなら参加賞ぐらいの金額になってしまいます。すごいですね。はい、私草相撲も出たことがあるんです。はい、友達のマコデラックスに誘われて、はい、草相撲も出たんですけど、はい、
賞金5万とか10万とかのもあれば、はい、3000とか、まあ、もらえないのも私が出たのはもらえなかったんですけど、最低限、はい、参加賞としては5000円は出ると思ってください。だって普通勝たないと優勝しないともらえないですよ。そうですね、うん、でも参加賞で5000円、それすごいですね。で、3位2位1位ってあるんですけど、1位はまあ高額になっていくので、それ女の子同士で戦うだけでもらえる、はい、男の人とそのなんだろう絡んだりとかはない、はい、ないです。あ、すごいですね。まあ性的なうん、そういう行為の射程はないので。そうなんだ。そんなのが世の中にあるなんて、個人的になんかちょっといいですよね。なんか見てみたいかもしれない。はい、ただ、はい、僕からの、はい、要望というか。あ、要望は、はい。要望というのは、まあもちろん大相撲のような、はい、全裸になっていただいて、はいはい、回しを締めていただくことなんですね。全裸になれて回しを締めれた女の子が、その、はい、まあ戦っても、まあ、負けても、そうですね、はい、まあ、選ばれれば、はい、選ばれれば、アダルトなんで、はいはい、ね、本公式にはできないので、もう AV 関係、まあ、あるいはそのアダルト関係になってしまいますけど、アダルト部門、AV 部門になりますので、まあ、そうなんですね、はい、もう我こそはっていうね、でもなんかその男性と絡まないで、はい、女の子と戦ってもらえて、はい、優勝チャンピオンの、そうです、ね、タイトルも取れるかもしれない、はい、すごいですね。そのね、タイトルを取ってで、ね、ずっとそのまま、またそのトーナメントみたいなものはあります、ね、チャンピオンだったらずっと何作も出れるかもしれない。出れますね。あ、それすごいですね、はい、初めてですね。陥落すれば、うん、2位3位から落ちていけば消えていきますけどね。そうなんだ。なんかこれ興味がある人はちょっと相撲が好きでとか、はい、ちょっと普通にこう戦ってみたいとか、はい、あとからブレイキングダウンに今応募してる人って結構、はい、うちの方にも結構いるんですよ、はい、ブレイキングはダメだけどここに出て名前を打って、はい、ね、行きたいっていう女の子とかいましたら、はい、ぜひね、相撲に男性と同じ格好ですけど、はいはい、興味があれば。でも別にね、回しを取ることもないですね。全然普通に、はい、剥ぎ取りマッチはないの、ね、そんな剥ぎ取りマッチのような、はい、ね、それはなくて普通に相撲を取ればいいだけで、はい、それで、まあさっきも言った通り、はい、一次審査がありまして、はい、二次審査、三次審査は、オーディションになりますので、はい、一次審査はまず通ったら、二次三次はどんなイメージ的にはどういうイメージ的には、二次の方の、オーディションはまず、定員が決まってまして、はい、10人あ10人なんですね、が定員になります、はい、そして、その10人の中から、まあアピールをしていただくと、うん、はい、自分のことをアピールしてください。やる気だったり負けん気だったり、まあもちろんそこで揉めるのもありだし、揉めるのもありだし、でもそこでね、いきなりじゃあやりましょうかっていう話にもなるでしょうし、ね、まあ2時のそのオーディションっていうのは、3時もなくなることもあるので、はいはい、あ、じゃあ2時のオーディションでアピールをして喧嘩になったら今その場で、はい、ちょっと戦ってみましょうかみたいな、そうそうですね、あ、なるほど、ブレイキングダウンみたいな感じですね、はい、それの相撲版ですね、はい、まあ、相撲だから、まあ、殴られることはないから、まあまあ、うん、ある意味安全ですね、はい、安全って言ったらちょっと、そこでアピールが強くて僕が気に入れば、はい、気に入ればですよ。あ、じゃあ3時は免除、免除はなります。あ、ただすごい、そこで保留とか、はい、もうちょっと見たいなっていう人は、3時の、オーディションまで伸ばされます。あ、でもなんかそ、まあ、なるほど、でも3時に行ける可能性はある。あります。あ、すごいですね。大いにあると思います。すごい、なんかこれ面白いかもしれないですね、はい、ですが、はい、二次審査のこのオーディションで落とされる場合もあります。で、最終的に、残った方、うん、あ、いいなと思った、うん、女性を3時のこのオーディションに、最終ですね、最終のオーディションに行ってもらって、でそこで、決まることがありますので、面白い、はい、3次オーディションは結局格闘で
戦っていただいて、その中から、格闘で、はい、最終的には2名募集になるんで、あ、最後は2名なんですね。そう、2名残ればいいことになりますので、はいはい、へー、すごい、はい、そこから またね、はい、どん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 シリーズ化していって、どんどんトーナメント制にしたりとか、うん、勝ち抜き戦にしたりとか、はい、その時にはね、賞金もがっつり用意しておきますので、うん、なるほど、すごいですね、はい、だって勝ち続けたらずっと出続けられる。そうですね、戦うだけで、はい、戦うだけで、はい、日本初ですね、そうです、戦うだけで戦うだけでギャラがもらえる、はい、ただその中でどん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 陥落していったりすれば、どん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 、あ、トーナメントで例えば優勝が、まあ、準優勝とか3位とかになっていくと、はいはい、まあ、ちょっとそうですね、はい、だんだん映らなくもなるだろうし、まあなんつうんでしょうかね、まあ、野球でいう、うん、戦力外になると思います。でもある意味専属になれるってことですか。そうですね、あ、強ければとにかく専属になれる、はい、相撲だけやって、そうです、相撲で生活ができる、はい、もしかしたらそういうね、夢が、すごいね、はい、そんな世界がね、できるかもしれません。相撲で生活ができるって初めてですね、はい、ね、なので、はい、頑張って、うん、2時で受かろうという気持ちではなくて、3時の、オーディションでね、はい、ぜひ受かるように、はい、最初の募集は、残るのは募集ではないですね、残るのは2名だけになります、2名だけですね、最終的には2名だけです、はい、でその中でいろんな撮影が始まりますので、はい、まずそこの専属になることを、はい、相撲だけ、専属って言っても相撲だけ、はい、剥ぎ取りマッチなしで、そうです、普通に単純に相撲をやる、はい、もう本当の大会というか、1対1だけの大会になります。すごいですね、でも、はい、なんか結構日本初な感じはしますね。そうですか、はい、面白そうだな。これが成功したら、ね、美味しいですよね。なんか普通に面白そうですね、はい、今度相撲の先生にも話してみます相撲を広める、ある意味女性の女子相撲で、そうです、ね、広まりそうだと思うんですけど、ね、でも女子相撲って結局ね、はい、衣類ついてますからね。あ、そっかそっか、公式の大会は無事も衣類ついてます、ね、はいはい、こっちは公式ではないのでアダルト部門になってしまうだけど、もともと女相撲って、はい、でもそんな感じですよね。というの、歴史上の男性と同じ格好で、それは大昔で、今法律がありますから。あ、そうか何を言ってるんですか。何を言ってるの、この人もう分かんなくなって一応風営法に引っかかっちゃいますよね。そういうことですね。あともう一つは映像の中の法律ですね、センシティブなものになってしまいますので、そうなんですよ、バンされちゃう、はい、その時はですね、はい、必ず僕も告知やいたしたりしますので、はい、よろしくお願いします。また募集始まりましたら、はい、こちらの方にもリンク貼ってますし、はいはい、皆さんもチェックしてください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。